タート。ミニチュアバイオリン作法。わずか8インチの極小バイオリン。今日ご紹介するのは、この小さな楽器を最大限に楽しむための作法です。ケースを開きます。本体を取り出します。早速演奏し、手はいけません。ミニチュアといえども、立派な楽器です。いい音色にするためにも、松ヤニを塗ります。ミニチュアの弓にしっかりと塗りましょう。次に安定した音を出すために欠かせない肩当てです。楽器と肩の間の隙間を埋めます。神経を集中させて挟みます。それでは本格的な曲を弾いてみましょう。どうしても顎と肩当てが安定しなくて楽器がグラグラして弾きにくいときは口に加えて弾きます。全く問題ありません。レイ。チャンネル登録よろしくね。